北王子魯山人。よさむに火を囲んで懐かしい雑炊より、なめこ雑炊。なめこは缶詰でよいから、缶から出したらざっと水洗いする。缶六七十銭のものを五人前に使えば適宜と言えよう。やはりこれも薄味付けしたおかゆをこしらえて、できた粥の中へなめこを入れる。あったまった程度でよい。煮すぎるとなめこの癖が出て食べられない。茶碗に六七分目取り、あんかけうどんのあんで人の知るあんを別にこしらえてかけて食べる。なかなか洒落たもので、贅沢ものほど喜んでくれるもの。あんの上にすり生姜一つまみ添えて出すことを忘れてはならない。